おはようございます。ダイスチャンネルダイスです。今回はファイトリーグやっていきたいと思います。タッグで挑戦するイベントノーマル、今回はダイスとコートで行ってみます。ファイトリーグ、はい、ノーマルの敵強そう、先行をいただきました。勝利をつかむのはどちらのチームか。はい、一番最初の10マスにどこに配置するのか、やっていきましょう。最初は左上、敵リーダーの横から攻めていきます。ナイス、相手リーダーにダメージを与えた。 OK、 相手側は目の前、比較的 HP が低い200のファイターですね。線で一体崩れました。次に出てくるところは目の前か、同じファイターですね。トータルだと HP400、 200持ってかれます。攻撃力も200。おお、なんか BGM が鳴った。さて、注目の序盤戦、攻めの形を作るのか。こっちで、今日はいかがなさいますか。バサッといきますね。ここから攻め、ここは相手の出方を伺った。はい、100ずつ。そして次入れるのがこっち、hey! Here we go! じゃないな、ここでリーダーに当てに行きます。はい、ハート500。アグレッシブな攻めだ。 US 級で強いんですよね。ダメージを与える。はい、ターン終了後のダメージ入りました。これで交代して、ああ、目の前か。リンク入っちゃいましたね。リンク、この後の展開に期待したいところ。うわ、そこも痛い。攻撃の時間だ。まだまだ青いわ。豪快なアタック、豪快なファイトを倒されちゃいました。相手を貫け。当たりますね。なんかチェーンがすごいな。集まったらおっしゃってください。これで中央が倒れて、チェインはここで止められるけど、さあ、どうしようかな。どこで切り札を投入するか。で、戻して倒そう。はい、はい、これで1体倒します。いけるダメージ。敵メンバー1体に300ダメージで1体倒れるのと、後ろに向かって攻撃で1体倒していきます。相手のファイターも1体ですね。いや、この後チェインにしていきたいけど、ここだといかないので、リーダーに直接攻撃いきます。ルートン HP400 で高めたんですよね。これで200を与えて、ターン終了。熱かったらおっしゃってます。はい、中央時に止まってくれる攻撃がある。俺を呼んでいる。少し使いますよね。ここは手堅くダメージを与えた。ここで詰めんだ。攻撃力アップ。これには全員どぎまを抜かれた。やっぱチェインに来ますね。1700。さあ、始まるぞ。まだまだ青いわ。1400。相手メンバーを後ろで一回倒れちゃいました。召喚、ティアナイスに召喚が。 FB 使うタイミング迷いますね。苦しい展開だ。手出しますか。これでチェインしましょう。超射速ですね。攻撃力100アップして、さあ戦うぞ。で、飛ばず、飛ばず、倒れる。よし、この音置くところは楽ですね。でも次回を考えて、ここはオフェンスかディフェンスか、どう判断するか。直接
攻撃いきましょう。ヒールタッチ、これでおいしそう。1体、2体、カレーラータックで逆転に成功。1200オーバーバーストなどのターンがあるから、それまでには倒したいな。あーっつけーって言ってもうまくいかない時も多いですよね。的確な試合運びで必死に食らいつく。ここにある戦場が俺を呼んでいる。まずい、ブロックダメージ、相手リーダーにダメージを与えた。自分の召喚だったらおっしゃってください。ダメージを与える。残り2ターン、オーバーバーストまでは2ターンか。さあ、はい、ライドリーの全員を繋ぐことはできるか。これでだいぶお待たせ、セクシー。調子の気持ちもレーサーかい。何を言うか、壁は続く。はい、倒れた。強引にダウンを奪った。次はこれでしょう。オッケー、試合展開だ。リングをハートできました。はい、クレーンヘルザー、すぐさま追加で、ここでダメージ。おっ、はい、 CPU 戦イベントノーマルステージ、赤チームクリア。いい試合だったぜ。ユーウィーン勝てましたね。よかった。ゴールド、はい、S級ファイターゲット。 GGG ファイターを2体ゲットできました。センスアップもつきます。この感じだともう一回いけそうなので、イベント行ってみましょう。はい、ハードに挑戦。ノーマルだとさっきの感じだったので、ハード戦強いですよね。ノーマルよりは強いはずなんですけど、いけるかな。挑戦してみます。よろしくお願いします。今回は高校。さあ、今日はどんなドラマが生まれるか。いけるかな。激アツなファイトが幕を開ける。誇りある戦場が俺を呼んでいる。痛い、200ダメージ。さあ、戦うぞ。つくせ、どうだ。トータルで300、ここは手堅くダメージを与えた。受けてしまいました。次のターンから2体なんですけど、敵リーダーはショットがあるんですよね。あの位置が厳しい。目の前に試合開始だ。リンクス、いくぜ。そこは強化だ。500アップで攻撃の時間だ。エッチが効くので、サクレッサー、これで600ダメージが。鋭い攻撃で相手リーダーを強襲。さて、注目の序盤戦、攻めの形を作れるか。やりましょう。パワーアップだ。プロテクターと、さあ、当たりの回数だ。アップずつプラスつけてもらいました。でコツコツとダメージを積み上げる。ダメージは積み上げられたんですけど、自分のリーダーの目の前の敵が倒れちゃう。俺を呼んでいる。真横が痛いな。しかもこれでチェインに入っちゃうので、さあ戦うぞ。見尽くせ、豪快なアタック。痛い。確実な攻撃で勝利に一歩前進。うん、痛い。資源開発は100万円分。いやー、痛い。400。さあ、アタック開始だ。まだまだ青いわ。うわ、当たった。ユースが通れる。オーイエー、豪快なファイトアーツが相手を貫く。召喚、これで召喚か。置くところも、イエス、パワーは満タンだ。長者なので、でもこの位置で倒した方がいい気がします。ウレレ、はい、ゴードカタンチェイ、オーケー。相手のフォーメーションを崩していく。次の一体行くところは、ヘイ、ヒアウィンゴー。こっちかな。繋がる方が効率
かな。おい、ラスト10秒だぞ。こっち召喚してある。何が取れた。特殊スキル。さあ始まるぞ。ヘイカモン。アイテムの使用までいるので、アイテムメンバーをぶっ壊した。開きましたね。ただ置いていかれるんじゃないかと思いました。あ、違うところに行く。マイブー。痛い点になってる。痛い。攻撃の時間だ。まだまだ青いわ。連携。隠れた。飛ばしますね。コツコツとダメージを積み上げる。ピンチ。もう一回目の前。誇りある戦場が俺を呼んでいる。痛い。戦だよ。どうだ。そこで決まるか。どうだ。痛い。豪快なファイトワーズが相手を貫く。ここから一気に大攻勢だ。目の前にハート苦しい展開だ。ライオンだ。ブーブー。炸裂。相手リーダーの体力をガンガン削る。いいですかな。イエス。いや、戻す。ガンガン行こう。こっち。さて、今日はいかがなさいますか。さっと行きますね。セイブルー。ナイス。鮮やかな攻撃で相手リーダーを圧倒。目の前で取れちゃいますね。いや、めっちゃ誇りある戦場が俺を呼んでいる。難しい。負けてしまいました。残念。おう、青チーム残念だったな。もうこれはリベンジしに来ようと思います。はい。でもノーマル分かってたんですけどね、ハード厳しかったです。ということで、今回はですね、イベント行ってみました。キャラクターもいろいろいるので入れ替えしながら作りたいと思います。ゲットしたのがベンノコダンディビッグゾーでした。最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価のボタン、コメントもお待ちしてます。それではまた。 See you!